よさのあきこ作。もみじの子供。お花さんはお父まと母まの三人で京都のもみじを見に行くことになりました。お花さんはうれしくてなりません。母様、もみじは拾ってきても叱られませんか。叱られないよ。 私そんならいつかかあさまにいただいたきれでちよにぬってもらったおおきいしんげんぶくろをもっていってたくさんたくさんもみじをいれてきたいわそれはいいねとかあさまはおっしゃいましたいよいよそのひになりましたのでおはなさんは 新橋から汽車に乗りました。新しい信玄袋を持って送ってきた千代が。お嬢様さようなら。この袋に入るだけ、京都のもみじさんをお連れしてくださいと言いました。もみじさんと一緒に帰るから待っててちょうだいな。 汽車に乗ったお花さんがそのあくる朝。朝母様のお膝の上で目を覚ましたとき。お花さんや。もうすぐ京都ですよ。と母様は教えてくださいました。うん、そうですか。もみじは？まだ見えないけれど。 お顔をきれいに洗っておかないと京都のモミジに笑われますよ。おはなさんは汽車の中でお作りをしていただいて、京都の停車場で降りたのは七時ごろでした。おはなさんはおじさんのお家へ行く車の上で東の方を見ますと、青い山のところどころに。 燃えている火を置いたような赤い色のものがあります。母様。あれは何でしょうね。あれはね。お花さんを待っている紅葉ですよ。と母様が教えてくださいました。その日はおじさんのお家で。 おじさんやおばさんと父様や母様のお話なさるのをおとなしくそばで聞いていましたが心の中では早くもみじが見たくてしかたがないのでした高尾や戸がの尾がちょうど見頃だというので翌日は3人のほかにおばさんも混じっていよいよ出かけることになりました。 山道は歩く方が面白いというので車は途中の茶屋で待たしておいてお花さんも母様たちと一緒に草履履きになって歩き出しましたまだ高尾へは随分遠いのですが京都のことですからちょいとした丘の上とか藪の影とかに紅葉が赤く固まっているところが たくさん「あります。あそこもう高おですか?」と何度おばさんにたずねたかしれませんそして信玄袋を見ては早くもみじを入れたいと思っうていました「もうずいぶん道がしんざんのようになってきましたね」と おおばさんがおっししゃいましたそうですね私はこういう道が好きですよなんだか命がのびるように思いましてね母様がこう言っておいでになります茶屋があるがちょいと休んでいきましょう。 大きな木の陰に出した将棋へ皆は腰をかけました。頭の上へクリアみかんを乗せて帰ってきた。そこの女主はそれを箱から出して盆に入れて持ってきました。茶は大きい茶瓶を木の枝に釣ったのを下ろして湯呑みに注いでくれました。お花さんは？ おいしいお茶を飲みながらそこいらをながめていますとすぐ目の前にもとは赤いいい色であったらしいがいまはなんだかたいそうつかれたように見えるモミジのはが2人たっていましたおやモミジさんはいご病気でもなすったの いいえまあお嬢様お聞きください。私ら二人は昨日まで高尾の地蔵院の庭にいたのでした。そのころはきれいなもみじだと言ってどんなにみなに褒められたでしょう。それが昨日のお昼ごろ私ら二人が。 きから降りてきました時ちょうどここのおかみさんがかごをもって山へいい色のもみじを探しに来ていたので二人はさっそくそのかごに中へ入れられて連れて帰られましたそうしますとおじょうさまごらんあそばせあそこに 白い手ぬぐいにモミジを染めぬいたのがあるでしょう。あれは私ら2人の体をあのきれにはさみまして横づちで上からたたきつけて染めたのです。もう用がないからと捨てられましたのでどうしようかと2人で相談をしているところなのです。 まあお気の毒なもみじさんですことそれではあなた方がお嫌でなければ私のしんげんぶくろの中へ入っていらっしゃいな私は東京へ帰ってからもあなた方を大切にしますわご親切にありがとうございますけれどお嬢様。さま 私らはもうこういうふうになったのでございますからお供してまいるのが恥ずかしゅうございます。みなさまがごらんになってお嬢さままでがおわらわれになってはすみません。そうですよお嬢さまはご親切におっしゃってくださるのですが」ともう一人のもみじも言いました。 そんなことはありませんよ。大丈夫ですよ」「それはもう参りたいことは参りたいのですけれど」そのときかあさまが「おはなさんやこのてぬぐいがきれいですからひとつかってあげましょう」といっておはなさんのそばへもってきてくださいました。 母様ありがとうとおはなさんはお礼を言ってまたもみじの方を向いて「ねえもみじさんこの手ぬぐいのいい色のもみじはあなた方が染めたのでしょうこれを持っているといつまでもあなたがたのきれいであったことを人に話ができますわ」だから。 ごいっしょにいらっしゃいなと熱心にお花さんがすすめるものですから二人のもみじはとうとうお花さんのしんげんぶくろの中へ入りました。それからまたみなは出かけましたがほどなく美しい絵のような 高尾の山のふもとへ出ました。美しいモミジの子はあちらこちらへ飛び回って遊んでいます。そこの清滝川には手で縫った橋がかかっています。そのそばでお花さんがモミジさん、モミジさん、私と一緒に。 東京へ行くもみじさんはありませんかと言いますと、一人のもみじが、私、参りたいのですが、ただいまはちょいとお友達と一緒に水の上へお呼びに参りますから、お嬢様のお帰りの時を岩の上で待ってましょう。そうですか。それでは帰りにここへ来ますよ。

カバーや木のモミジが数知れず立っている景色を見てお花さんは本当に石に書いた通りだと思いましたそこでまたお花さんは「私と一緒に東京へ行くモミジさんはありませんか?」と言いましたすると 今度は百人ほどのモミジの子がうなずきあって一度にお花さんのそばへ来ました。お嬢様、私参ります。私も連れて行ってください。東京へ参ります、参ります」と口々に言います。まあ、皆様来てくださるのとお花さんは。 しんげんぶくろをだしてあつまったもみじをのこらずいれようとしますとまたうえから「ちょっとまってください」などといっていそいでしんげんぶくろへとびこむのもありましたかえりみちにはまたやくそくしたもみじのこが「おじょうさまをおまちしていました」といってニコニコわらって お花さんを迎えました。それからとがのオでもまた新しいモミジの子を信玄袋へたくさん入れたそうですまだ高尾へは随分遠いのですが京都のことですからちょいとした丘の上とか藪の影とかにと もみじが赤く固まっているところがたくさんあります。